はい、皆さんこんにちは。今回の動画はカシオ CS4B 電子ピアノスタンドを設置します。今まではトランポリンの上に置いたりアスレチックジムに置いていましたが、子供が大きくなってきたので座って練習できるように購入しました。それでは早速組み立てしていきます。黒いボルト10個はスタンド組み立て用で、超ネジワッシャー2つは電子ピアノ固定用となっています。最初にスタンドの足を組み立てします。天板の下からボルトを入れます。続いて足をネジ穴の位置に合わせて上からワッシャーを入れます。最後に超ナットで固定していきます。ご覧のように工具は一切不要です。足1本につき2箇所固定していきます。同じ作業を合計4回行います。次の作業はカシオのプレートを取り付けしていきます。こちらのプレートはボルト2箇所で固定します。外側からボルトを通して穴に入れます。反対側も同じようにボルトを入れると作業しやすいでしょう。こちらは裏側です。ワッシャーを入れてから超ナットで固定していきます。反対側も同様にしてください。スタンドが組み立て終わったので電子ピアノとスタンドを接続していきます。電子ピアノを箱から出してスタンドの上に置きます。こちらは電子ピアノの裏側です。赤丸部分を合わせて固定していきます。超ネジにワッシャーを入れて下から回して固定していきます。横から見ると場所が分かりやすいです。スタンドに電子ピアノを乗せても手で動かせるぐらい軽いです。それなりに揺れますが倒れたりはしないでしょう。スタンドは完成しましたが椅子がありません。というわけで電子ピアノ用の椅子も購入してみました。商品詳細については概要欄をチェックしてください。大きさは以下の通りで、注意事項としては直射日光を避けるように書かれていました。説明書が付属していませんでしたが、組み立て方法はネジで固定するだけです。動画の通り2つのネジをつけるだけで簡単に組み立てできます。高さを変更する場合はクロスしている場所のネジ位置を変えるだけです。高さを一番低い状態にしてセットすると約43センチで、一番高い状態にセットすると高さは約54センチでした。一番高い状態についてはシールに記載してある通りですね。大人が座っても問題ありません。カシオの電子ピアノにはいろいろ曲が入っているのは良いと思います。私も子供と一緒に練習してみようかな。番号を入力すれば鍵盤が光るので誰でも簡単に練習できます。それでは今回の動画のまとめです。電子ピアノとスタンドはカシオ製なので、もちろんフィッティングは完璧です。購入した椅子の座り心地も悪くなく、スタンド台に収納すれば見た目もスッキリします。ただし椅子の高さを高くするとバランス悪くなるので、子供が一人で上り下りするときは注意してください。足がつかない場合は補助椅子を使うと良いかもしれません。こちらの椅子はダイソーで買うことができます。